皆さんこんにちは。バンクーバーのボイストレーナーコウです。今日は日本人の知らない発音の秘密、英語発音の秘密をお伝えしていきたいと思います。そして今日のテーマはアです。日本語にはない、一つの母音で英語ではすごくよく出てくるんですけれど、これを知らないと伝わらない英語っていうのがすごくいっぱいあるんですね。さあ、それを今日この違いを、そしてしゃべりとそして歌と両方ともねやっていきたいと思いますので、楽しみにしててくださいね。それでは行きましょう。この「え」という母音はどういった母音かというと、日本語にはないのでちょっと分かりやすく説明すると、あ、あ、あ、普通の日本語のあいうえおのあですね。このあとえの中間にある母音、あえ、この真ん中にあるえ、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 このえという母音なんですけれど、これやり方で言うと、えの口でちょっと顎を落としてあという感じ、え、え、えの口でえと言いながら顎を落としてえの口でああああという感じなんですけど、混ぜるとえええええええ、こんな感じでえの母音をしていきたいと思います。さて、どんな単語が、このえの母音で使われるかというと、 Apple、 Banana、 Bag、 Happy、 Map、 Cat、 Chance。そう、帽子持ってくる。 Hat、 Hat、 Wearing a hat。 で、例えばこれで英文を作ってみると、I wanna buy this hat so bad。 さあ、今2つ A が出てきたの気づきましたか？ Hat と Bad、 この2つ両方とも A なんですね。例えばこれを日本語で、日本語の A で言ってみたいと思います。 I wanna buy this hat so bad、 Hat so bad。 日本人には伝わりますけれど、英語では伝わりませんね。なので I wanna buy this hat so bad から hat so bad にするとバッチリネイティブの人に伝わります。さて、最後にこの A を使って曲をやってみたいと思います。これが英語の発音の Imagine です。さて、これを日本語っぽく言ってみるとどうなるか。 Imagine all the people。 なんか変ですよねなんか発音がなんかスッと入ってこない感じがあるんですけど、これを Imagine から Imagine all the people にするとジョン・レノンが歌っているような Imagine になるので、この発音の違い、あ、え、この2つの発音の違いですね、これを今日は、お伝えして皆さん練習してネイティブに近づきましょう。それでは皆さん、また次回のビデオ楽しみにしてくださいね。 See you later!